私もこの色が一番推し多いと思います、これ。うん、ちょっと大人っぽコーデにしてみました。リブニット合わせで、あ、今履いてるパンツのデザイン近くで見せてほしいです。今から紹介するんですけど、一応じゃあちょっと近くで柄だけ、千鳥柄のデザインでございます。シルエットは前にスリットがあります。はい、また下何センチですか、このパンツですか。さっきあのサイズを多分お伝えしたのはサロペットの方のサイズなので、あのこれじゃないですよ。これは先に伝えておくと、これね、ウエスト幅32-40で、また下が69です。はい、でヒップ48です。これはね、このパンツです。うーん、あ、お尻一緒、嬉しい、お尻一緒です。私もこのお尻、お尻、はい、秋も春の時みたいにたくさんコラボありますか、レタサーサーありますか。アイバンさん、レタサーサーあるかもしれないですよ。コラボ祭りがすごいよな、もう怒涛ですね。怒涛のコラボ祭りが多分もうちょっとしたら始まるんじゃないかと思っていますが、本当にすごいです。ビッグネームな方たちもね、いらっしゃるし、ね、そう、いつもコラボしてくださってる方もいらっしゃいますし、はい、この前のパラシュートパンツも気になってるし、これもかわいい。じゃあ最近パンツ買いましたか。はい、きれいさん、私はパラシュートパンツ、パンツはね、最近だったらパラシュートパンツと、あとシアーのチェックの緑のパンツを買いました。はい、うん、お待たせしました。かわいい。じゃあ行きましょうかね。お願いします。はい、じゃあこちらが千鳥柄スラックスパンツです、はい、品番が M-3395 です。お色がまずみーちゃんが着ているこちら、うん、オレンジ、はい、はい、そして手に持っているアイボリー、はい、でいーちゃん着ておりますこちらキャメルです、はい、こちらは3色展開になっております、はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、2890円、イエーイ。はい、でこちらも8月13日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、これはもうめちゃくちゃ美脚パンツです。あの千鳥柄で、私が最近よく合わせてて、あの欲しいっていうコメントたくさんいただいてたと思うんですけど、うん、そのパンツがこちらです。多分2色ぐらいしか見せれてなかったんですけど、実は3色展開でした、うん、はい、で、あのまずシルエットがめちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗、すごい、あの美脚に見せてくれるかなと思います、はい、でそれだけじゃなくて、このセンターラインがですね、うん、こんな感じ、こう、あの何、アイロンで消えるとかじゃなくて、もうなん、どう言ったらいいんですか、これ折られてる、これ、これはね、縫われてる、ここでちょうど縫い目なんです。うんうんうん、だからあのセンターもライン必然的にある。そうなんです、プレスじゃなくて、うん、もう元からある感じなので、うんうん、あのセンターラインはもう、あの、うん、なんだろう、あの何、プレスより気をつけなくても、うん、ずっと美脚を保てる、あのシルエットになっております。でかつ、あのここスリットが入っておりまして、うんうん、こんな感じ、足首がちらっと見えるので、シルエットだけでもかなり美脚なんです。もう足首がちらっと見えることによって、またさらに細見えしてくれるかなと思います。なのでちょっとこのセンターラインがあるので、裾上げとかはなかなか難しいんですけど、うん、低身長さんが着るなら、こうちょっとヒール合わせて履いていただいたら、さらに美脚っぽく見えるので、はい、はい、おすすめです。私これ欲しいなと思ってます、うん、はい、では、あ、後ろ気になります。後ろは一応やっぱりお尻のラインは出ますね、これは。そうですね、ちょっとピタッとはするものなんです。これをちょっとトップスとかで、あの隠していただいたりするのも一つだと思います、うん、着方としては、はい、で太もものあたりがちょっとフィットしているので、で下にこう向かってフレアのシルエットはすごくね、やっぱり足をきれいに見せてくれますね、はい、はい、うん、みーちゃん何センチぐらいのヒール履いてますか、うん、これ何センチやろう、7ぐらいかな、6かな、5、6、7ぐらいの気がする。そうですね、うん、ちなみにペタンコで見ますと若
ります。映っておりますね。はい。ヒールは必須かなという感じの丈感です。はい。合わせるだけでいいので、今日販売のノースリーブのネイビーとグリーンのウィンちゃんのこのパンツに合わせてほしい。これのネイビー、これですか？で、これかな？ネイビーとグリーンってこれだよね。グリーンかな？合うと思いますよ。あります。両方可愛い、うん。選ばないです、これ多分色は、うん。うん。ブラウンだからね。はい。はい。いただきます。マイスリットですか？これね、そうですね。マイスリットになりますね。はい。はい、太ももの太さ目立つかなっていうなんか太さっていうよりかは、これは多分ほとんどの人が履いて太ももはピタッとなります。そうですね。うん、でもあのこの膝から下がちょっとフレアになってるシルエットなので結構余裕があるんですけど。その多分ここがピタッてなってる方が細く見えると思うんですよね。そうですね。うん、美脚に見える。そうですね。もしこのお尻周り骨盤周りとか気になる方はここまでの丈のトップスとかで合わせてもらえるといいかなと思うんで、ちょっと気合いでくださいここまで。はい、お願いします。ですね、あ、骨盤の周りには無理だっていただいてるんですが、イーちゃんがちょっとそれをカムフラージュじゃないですけど、背景カバーコーデみたいなのを今からしてくれるんで、よかったら少々お待ちください。イーちゃんブラウスに合わします。うん。お、ここがちょうどいいと思います。それこそ、それもお尻周りで、あ、そうですね。閉じてもらったらね、いけると思います。あ、イーちゃんの時間、イーちゃんの時間。はい。ちょっと待ってください。少々お待ちください。ストレッチはありますか？いや、ね、ちょっと柄なんで見にくかったらごめんなさい。引っ張りますね。これぐらい。ちょいやな。ちょい。ほんの気持ち。ちょい伸び。うんうん。だけどあの伸びるパンツって楽なんですけど、逆にこういうぴったりめなやつで伸びてしまったら、もうなんやろ。伸び伸び伸びちゃうみたいなね。そうなんですよ。もう体のラインに沿ってますみたいな感じが出るんですけど、あえて逆に伸びないからこそあのストンって落ちてくれるので、私はこれぐらい の生地感がすごいいいなと思っております。と、千鳥柄パンツとみーちゃんが今履いてるパンプスはオフィスでも着れますか？パンプスはいけると思いますが、これが若干体がもしかしたら派手かもしれない。この色がいける会社やったらもちろん大丈夫なんですけど、黒、もう一色の黒と白の方やったらこっちの方がまだオフィスでは使いやすいような気がします。これに、モカとか黒のジャケット着たらもうかなり結構カッチリになるので、会社のルールにもよると思うんですけど、使いやすいのはこのカラーかなと思います。はい、カバーしました。あ、カバーしました。カバーですけど超カバーしたコーデで、今日の再販のジレを合わせてきてみました。私このコーデすごい大人、より大人っぽくなって好きなんですけど、なんかね、膝ちょっと上ぐらいの感じになんですけど、太ももはちょうど隠してくれて、で、あの膝上のなんか程よくちょっとピタッとしてるかなぐらいのところから見えるので、ここがやっぱ細く見えるんですよ。膝のところが細く見えて、でフレアっていう感じなので、結構足長効果もあるし、シルエットも綺麗だし、スリットでちょっと抜け感も出せるので、上をゆったりしたの持ってきても可愛いと思います。はい、あ、そう、ウェーブさんはそのコーデ良きって。そうなんですよ、そのコーデぜひしてください。お尻周り気になる方はぜひこのコーデを。あ、黒のジェル今日買いました。ありがとうございます。これ今日再販です。このトップスともすごく相性がいいですね。なんか丈感がちょうどいいです。もうちょっと短くても全然いいんですけど、ゆったりめがお好きな方はこういう感じにしてみてください。はい、で、一応これちょっと重心が全部こう出してる感じで下がっちゃうので、私はあの髪の毛をアップにしました。上もすっきり見せていただくとバランスが取りやすいかなと思います。はい、ウエストゴムですか？ウエストはゴムです。後ろがね、ちょっとだけゴム、ね、こう
が、ここがゴムです。こんな感じで。前は、ここは普通に、こんな感じ。後ろだけちょっとゴムになってます。はい。トップスをインするよりアウトの方が良さそうですか？いや、全然インでもいいと思いますよ。私はインするスタイルも好きですし、腰回りとかお尻がやっぱりちょっとフィットするデザインにはなってるので、そういうのが気になる方はアウトしていただくのがいいかなって思います。はい、オフィスっぽい。そう、がっつりオフィスコーデっていうお声があったので、うん、はい、がっつりちょっとオフィスっぽく着てきました。これが多分一番落ち着いてるのでいけると思うんですけど、私服で着るときはこんな感じで、うんうん、モノトーンでノースリーコーデもすっきりめちゃくちゃ可愛いと思います。はい、はい、うん、です。あ、みんちゃん、ウエスト折って着るの無理ですか？ウエスト折って着るのはね、ここがキュンってなるので確かにな、多分難しいと思います。股上が下がる、うん、ここを下げてちょっとローウエストでも良ければいけるそうですね、うん、ですが、インはしにくいかもしれない、はい、そうなると見えちゃうとあれなので、はい。ストレッチがあまりないと言ってましたが、しゃがんだりとかしやすいですか？あ、それもいける。しゃがむのは全然しやすい程度のストレッチ感です、うん、はい、はい、みーちゃん、かっこかわいいね。出てくる女感ありますね。オフィス感が。みーちゃんのトップス教えてください。これはね、もうすぐ確か再販するらしいよ、新色で。あー、言ってましたね。そう、C5142 っていう品番です。私は M サイズを着ています。 C5142、 はい、うん、です。はい、じゃあこんな感じでパンツいけそうかな、ですね、うん、じゃあ私はスカートいってお願いします。はい。